皆さんこんにちは、なるほどでんです。今日もワイルドアームズミリオンメモリーズで遊んでいきます。今回ですね、クエストがまた新しく始まってまして、まあ、ちょっと日にちは経つんですけど、まあ、私結構遊んでまして、いや今回ですね、一番上ですね、ランキングイベントということで宝じゃないです、ちょっと下の宝物に目がいってしまったんで、戦いの始まりですね。で、私ランキング25位なんですけど、いやすごいですね。1位の方とか476万点とかですよ。で、なんで私がランキング入ってるんでしょうね。これ何人中ですかね。それがわからないんですけど。お、一瞬ローディング。ちょっとびっくりしました。200万点超えてますよね。私そんなに得点いってないと思うんですけど。そうですね。なんかいきなりガタンと落ちて123万点ですけど。25位ですか。すごいですね。まあ多分もっとずらーって、いやむしろこう見てますと、なんかあんまりワイルドアームズ皆さんされてないのかなって逆にですね思っちゃいますけど、まあでもこの多分あれですよね、100万点超えるの私ハードクリアしてますので、2つあるんですよ今回ハードで。エキスパートまだやってないんですけど、多分もうやれないんやなやれないと思うんですね、強すぎて。そうなんですよ、今回ですねものすごく強いんですよボスが。なんか今まで私なるほどがですね、なんかちょ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 って言ってね遊んでたんですけど、エキスパートもですね、まあ何回かやってたらですね、まあ普通にオート戦闘、まあオート戦闘はちょっときついかもしれませんけど、まあ今オート戦闘もですね半分オートみたいな形で、自分であれですからね、アームスキル使えますんで、まあそれでアームスキル使えばまあ、勝てるぐらいかなっていう感じですね、エキスパートも。ところがですね、今回ちょっとそんななるほどのあれ楽をして遊んでるのを見かねてか、あれですよね、ものすごくボスが強くなるっていう、オート戦闘じゃまず倒せないというですね。まあハードの最初の方は倒せると思うんですけど、いやちょっと皆さんに早くお見せしたいですけど、まあ闘技場なんですよ。まあイージーはものすごく簡単なのでちょっと飛ばしますけど、ノーマルですね。ノーマルもですね、なんか今まで通りですね、敵さんは強さが。で、私はもうここの辺でちょっともう、ああ、今回も楽だなと思いながらずっと遊んでたらですね、この次のハードぐらいが親っていう感じになってきて、ハードの2戦目はもう親ですよ、もう。ちょっとローディング飛ばします。まあ今回闘技場、戦いってことで、まあステージは闘技場ですね。もうこのステージから変わらないですね。で、2戦しかありませんので、1戦目がこの雑魚の敵ですか。で、2戦目がもうボスと。で、こちらもですね、もう弱点、風属性で書いてますので、まあ、風属性の、あれですね、アームを2回使えば多分もう倒せるレベルですね。ちょっと今、もうハード用、ハードがですね、ボス弱点が光属性なんですよ。で、私、一番星4の子、この子と、もう一人ぐらいしか多分光属性持ってませんので、いや、今回本当、弱点属性のアーム持ってないとかなり辛いと思いますね。で、まあこれ今まで通りですよね。敵の強さといい、動きといい。あ、そうですね。今もうイベントポイント結構2万ちょっとも溜まってますからね。ただこのステージでずっとやってます。一番早いですね。風属性のアーム使ってちょちょってやれば、多分2戦で16秒前後で倒せますので、まあ、イベントポイント今2万6000ポイントぐらいですか。4万ポイントですかね、今回。前回ぐらいから4万ポイント上がりましたね。最初2万ポイントだったんですけど、いやー今回4万ポイント貯めるのかなりきついですね。まあそれでもまあ頑張って遊んで集めてはいるんですけど、まあこのハードのボスぐらいからちょっと動きがですね、なんか今回の闘技場ランキングだの何ですか、プレイヤースキルですか、 PS 要はなるほどの操作性が問われるというですね、戦いになってまあ世界だったからですね、うん、そうなんだと思いながらですね、やったらもうプレイヤースキルないと無理みたいな
感じですよ。それかもうゴリ押しで倒すかですよ。でもハードぐらい、このステージぐらいからですね、MP を回復するジェムを、ここにあります、右下に。ちょっと待ってください、先に拾っておくんですね。で本当はもう一個拾っておいた方がいいんですけど、まあ、ちょっと時間省きたいので、こんな感じで。でもボス戦ですね、2戦目始まります。いやーすごいですよ。ちょっと光属性、まあ、少しちょっと何もせず戦ってみますけど、いやーちょっと待ってください。よしよし、こんな感じですよ。もうなんか動きが今までのボスと違いすぎて、ちょっと避けながら時間かかるかかる。いやもうほんとこれ、あ避ける、あ避けれないみたいな。まあまだ攻撃力はこの子弱いのでいいんですけど、まあ私のレベル85であれですからね。これ何でしたっけ、ちょっと久々にやるとあれですね。でやっぱヒットポイントが高すぎるので、あー外れちゃった。まあこうやってですね、光属性弱点ですの でこのアーム使ってる間無敵ですので、まあ、それで頑張って削るしかないんですけど、まあ、食らいませんからね。まあ、こうやって削っていけば、まあハードの序盤は勝てると思います。多分皆さんここぐらいまで多分レベル上げてる方は来れると思いますね。で多分77万点で、先ほどのあれですよね、ランキング下の方ずらーって77万点前後ぐらいだったの、多分ここであれですね、1回目のクリアポイントが、ね、難関モードがやってくるわけですね。ここが分岐点ですね。で私やっとハードをクリアしましたので、多分それでランキング上の方に上がってきたんだと思います。だからもう400万点多分エキスパートいってると思うんですけど、ここにエキスパートもなんか2000あるっぽいですね。バトル、あ違いますね、エキスパート多分1回ですかね。ここをクリアすると多分すごい点数が取れるんだと思います。まあこちらはクリアしました。1回だけまだ挑んでませんので、ちょっと皆さんにお見せするためにですね、まあなるほど多分勝てないと思いますので、それで頑張ってやりたいと思います。いやそれにしてもなんでこんなにボスがいきなり急に強くなるんですかね、ビビりましたね私もう一個フォワードバックさんのゲームでアークザラット R やってますけど、アークザラット R はもう最初からもう敵さん強いので、もう半ば頑張ってもう何度も何度も戦闘して鍛えてですね、まあ能力解放とかしてですね、やっとですね少し奥深くまで行けるかなっていうぐらいまで行ったんですけど、いやーやっぱこの辺このボスぐらいから、え、あすみません固まったのかと思いました。でここもですね必ず向こうだこの回復、右上と左下ですね、対角線上にありますので、基本的にでここのボス、まあ、同じステージなので先に取っておいた方がいいですね。まあこの人は本当にそこまで強くないんですけど、まあ、今回本当にあれですね、私バージニアちゃんばっかり育ってて他の子育てなかったんですけど、もう本当3体全員強くしてないとかなりその HP 回復とかしない、もうこれがですね鬼のように強いんですけど、攻撃当たったら500以上食らえますからね。しかもブーメランですからね、ブーメランで、あちょっともう先に502回食らいますので1000ですからね。あら、まあ、この間無敵ですから、もう最初にもう惜しみなく使っておいて、ああ避けますからね、すごいですね。この距離感も大事ですよね、やばいですね。ちょっとまあ無敵ですからこの間いいんですけど、まあでも頑張れば別に勝てないことはないですからね。まあ勝てますかね。まあ問題はエキスパートですね。本当にこれ何だろうっていうスティグマをずっと連発してるだけというですね。まあこのようにしたらですね勝てますので、まあ皆さんもこの動画見ていただいて試してみたらあれですね、多分なるほどのランクを上回って私が抜かれちゃうっていうですね。お131万点、
きました1位上がりましたね。24位です。やりましたね。いやー、ほんとオート戦闘には向かない、向かないですよ、このボスさんは。もうじゃあ行きますか、エキスパート。さすがにレベル85で1体星6マックスのレベル80まで上げてますからね。もうむしろこれでエキスパートクリアできないレベルとなると本当にフル装備ですよねクリアできるから。しかもプレイヤースキルがものすごく高いというですね、条件が。いやー、これ1回ダメージ食らっただけでもなんか鬼のように減りそうですね。まあ、この後なんかやっぱ HP 高いキャラクターとかいいですよね。さあ、ローディング飛ばしますか。さあ、私がまだ体験していないエキスパートですね。ああ、なるほど。あ、でも同じ強さならいけるんじゃないでしょうかね。まあ、先に狼くん倒せばいいってことですよね。いや、でもヒットポイント鬼ですよね、多分。ん、ちょっと待ってください。ああ、ヒットポイントが。ちゃんと避けますか戦いを渇望するも、ああ2体出てる。ちょっとどうにかしてまとめてこっちに来てくれませんかね。やっぱ こちらの剣士さんを早く倒した方がいいってことですよね。まあ、オコミ君攻撃力弱いですので、まあ、どうせなら2人まとめて食らっていただいて。ああ、そっちに竹が行っちゃったら、ああ痛い。あ、ちょ、厳しい。これどうやって竹を変更すれば。ちょっとまだ分かんないですね。こんな強い敵2体同時に相手にしたことないので。わお、あ、また間違った。ちょっとすごいですね、このアームついてきますけど。回復、 MP を回復して。ちょっとすごいすごいすごい。ああ、いかん。ああ、ちょっと嘘強すぎる。一回ちょっと油断したけど、もうロディ君じゃ無理ですよね。いや、ちょっと無理です。ちょっとくじけましたということですね、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。まあ、こんな感じでですね、ちょっと鬼なので、まあ、皆さんもですね、エキスパート、なんか私頑張ればクリアできないこともなさそうですね。ちょっとランキングもうちょっと上位狙ってみたいなと思いますので、まあ、動画載せてない時に頑張って、まあ、何回かチャレンジして、あの剣士の方倒せれば、まあ、オカミ君倒せるんで、まあ、上位やってきたら、ああ倒したんだなと思ってください。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。